と。Hey guys, my name is わさもんな人みちゅ。改めまして、おしはせつわさもんです。よろしくお願いします。さあ、今回見ていくのが、真っ白の音第12話。真っ白。真っ白でいいのかな。最終回になります。で、松五郎杯の団体戦が終わり、個人戦が始まってますね、もう。で、今11話の終わりの方で、その実茶の音から節の音に変わった瞬間みたいなところで終わってます。なので、あとはもう節で、その節が終わった後に、田沼総一の演奏もありますということで、話自体はもう松五郎杯で終わるのかなっていう感じですね。節が入ってくるのか、はたまた田沼総一が結構強いからそのまんま来るのか、それとも荒川とか、なんだったっけ、梶君か、梶君とかの、まあそれぞれの強者たちが上がってくるのかどうか、ちょっとまだ分かんないですけれども、もう早速見ていきたいと思います。今回の作品は Amazon プライムですね。で、いきなりなんでこいつ最終回の動画上げてんだよって思われる方もいらっしゃるとは思いますが、アカウントが変わっておりますので申し訳ない。全部見てたし、全部のリアクション動画も上げてたんです、僕。すいません、本当に。なんだよいきなりって思うかもしんないけど、ということで再生、違う、3、2、1、再生。見えてる？見えてんな。ダメだ。こうしよう。オープニングが戻ってる？オープニングが戻ってんじゃん。前半の方のオープニングになってる。いや、これもかっこいいよ。真っ白の音のオープニング両方かっこいいな。マジで最初の方のやつだな。久しぶりの太一商店だったら、本編開始。こっから変わったもんな。弾き方が変わったもん。喋った、久しぶりに喋ったのは。
すげえ。結構携帯の店長。すげえ。すげえ、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 すげえ。自分の音でちゃんと演奏したやん。すげえ。すげえ。本気でやった証拠やん。節が笑った。これで総打ちがどういう演奏すっか。バチの硬さなんかあんだ。すげえ。なんかもうちげえ。
めっちゃ動くやん。すげえ。よう赤菜ちゃんも気づくわ。あ、なんかもうここが違うもんな。すげえわこれ。すげえ。梅子も認めるか。すげえ。こらすげえわ。こら多分そういちの優勝ばい。マイモかよ。自分の意思が出てやん。そう、友達だ。じゃあやっぱね、やっぱなるが。すげえ。6、5位。節が上手くなりたいってすげえな。だいぶ変わってん。は ?3 位。3。荒川や。
かわかにいいや。アラカワトゥインが2位。でも総1や。まあそうなるわな。うん。こら総1よ。でも節3位か。わかる。うん、納得いかね。でも前半後半で変わってんだよな。でも荒川が2位っつうのもなんでってなんだよな。総一全然違うじゃん、天バケモンだろ。偶然じゃないです。なんか言いそうだな、梅子。おい、なんで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 、マジか。梅子エグすぎだろ。本当だよ、節ようやったろ。差が開きすぎやろ、本当に。そうなんよな。まあ確かにそうなんよな。きちいな。そうよね。わかんねえ。ほう。ほう。まあそうよね。
そっか、そう、やっと今日気づいたからでしょ。きつい。それに気づいて泣くんか。ここで帰ってくるか。三味線に生かされるっていう言葉が返ってきたな。言った通りになっちまったもんな。マジ？最終は真っ白の音。終わり、これで。うそ、ここで終わんの？え、ここで終わんの？2期会ってくれよ、そしたら。終わんの？
これツークールなんかな、これ最終回なんかな。いやーこれ続きやってくれよ、頼むから。あれ完全に自分の音になったと思ったんだけど違ったんかな、まだ。ここで終わんの？マジで。マジか。終わっちゃった。終わってしまった。でも説もようやったぜ。ようやったって思うけどな。マジかよ。終わりこれ。続きあんのかな。あってほしい。さすがに。でもそっか、第1話の時から俺の音っていうのはずっと言ってたもんな。じっちゃおなんちゃらつって。で、じっちゃの音を広めるために行ってやりよって、そっから途中で自分の音を聞いてほしいに変わったっていうことなのかな。マジか、終わりか。でも続きがあるんだったら見てみて。そんな感じの終わり方だったら、もし今後あるのならまた見たいと思います。ということで、真っ白の音最終回かな、第12話、真っ白でした。ありがとうございました。ならね。